篠崎町。篠崎町は、東京都江戸川区東部の地名、町名。現行行政地名は、篠崎町1丁目から8丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は133-0061。篠崎町は、江戸川区東部に位置し、江戸川で、千葉県と隠する東京都の東端の町である。 面積は2.0289平方キロメートルで、区内で5番目に大きな町である。隣接する地域は、北は上、篠崎2.4丁目、東は江戸川を挟んで海岸に、千葉県市川市大和田、南東の一部で、東篠崎町及び東篠崎1丁目、南は下篠崎町、南篠崎町1.4、5丁目、西は谷河内及び鹿骨2丁目である。 周辺の北篠崎、上篠崎、西篠崎、下篠崎町、東篠崎、東篠崎町、南篠崎町を総称して、篠崎と呼称されることがある。また、京葉道路を境に管轄する江戸川区の事務所が異なるため、京葉道路以北は、獅子骨地区、以南は、東部地区として考える場合がある。篠崎町は、江戸川岸にあり、 旧江戸川と江戸川放水路の分岐点に位置する町である。川と町の間には広大な河川敷、篠崎緑地が広がり、都立、篠崎公園と共に町の周囲を取り囲んでいる。篠崎緑地では毎年8月に江戸川区花火大会が開催され、篠崎ポニーランドや子供未来館などの江戸川区のレクリエーション施設が連なっており、一種の観光地になっているようである。 篠崎町の北部が属する獅子骨地区は、江戸川区の中では、比較的に標高が高い地区である。しかし過去に、カスリーン台風の浸水被害があり、上流部が決壊すると、再び浸水すると言われている。中世から陸地だったためか地震災害時でも、篠崎駅の西側は、地盤液状化がほとんど発生しないのではないかと言われる一方、河川敷を中心に液状化の恐れがある。 そのためか、江戸川区は、江戸川右岸のスーパー堤防化や篠崎公園の高台化を行い、最悪の場合は、区民を対岸の河野台に避難させる計画を立てているようで、ある。篠崎町は、区内で9番目に人口が多い町であり、1601世帯23,488人、2011年1月が在住している。 篠崎街道沿いの4丁目や篠崎駅がある7丁目は人口密度が比較的高いものの全体としては平均を下回る区内48丁中35位である。篠崎町には951の事業所があり7781人が働いている。事業所あたりの従業員数約8人は区内平均。 役区人をやや下回っているが、事業所数は9位、従業員数は10位であり、区内では上位のビジネス街である。業種は、卸売業、小売業、23%、製造業、15%、建設業、11%、宿泊業、飲食サービス業、9%、クリーニング業や、美容所、パチンコなどの生活関連サービス業と運輸業、8%、 が、多いようである。篠崎町は、町域の西端を、東京都道307号大子金町江戸川線、柴又街道、東端を、東京都道451号江戸川堤防線、篠崎街道、北端を、鹿骨街道が走り、中央部を東西に、京葉道路が横断する、陸上交通の盛んな地域である。特に、京葉道路には、江戸川大橋や、 篠崎インターチェンジがあり、京葉道路の一般国道部分が高速道路部分に合流するため、日中7時から19時だけで8万512台、都内17位が通過する陸上交通の要所になっている。なお江戸川大橋は自動車専用であり、徒歩、自転車で対岸の本八幡に直接行くことはできず、東京都立篠崎高等学校そばの 篠崎水門の歩行者用の橋を渡って、妙点を経由しなければならない。住宅地の地下は、2017年、平成29年の工事地下によれば、篠崎町2の53の20の地点で32万千円枚メートルとなっている。篠とは細く小さくて群がって生える竹や笹の総称であり、篠崎という名は、笹城でしかも、 篠岳が生い茂っていた土地に由来すると言われる。この地域は、下佐国の国府に近く、中世には、葛西三厨屋の篠の号があったと伝えられている。三厨屋とは有力な神社の荘園のことであり、葛西三厨屋は、伊勢神宮の荘園だった。平安時代末期には、葛西清重が治めていたが、葛西氏が衰えると、千葉かねたねや、 後法城氏の重心の遠山直影の所領となった。後法城氏が活躍した、戦国時代には、篠崎街道は岩月道と呼ばれており、行徳園殿の使用を岩月城まで運ぶ重要なルートだったという。江戸時代には、旗本の地行地となり、上篠崎は木村氏、後に松浦氏、下篠崎は本田氏が所領した。上、 篠崎と比べると、下、篠崎の方が若干大きく、元禄の,の県地は300国と453国、1872年、明治5年の人口は166個596人と160個838人だった。村には、小ご多ため水源とする用水路が整備され、水田が広がり、川と村の間には、 堤防が作られ、その外側には茅野が広がっていた。村人は、農業の傍ら、水戸桜街道の新宿をスケボーしたり、農寒期には篠岳を材料にして、篠崎猿や篠崎むしろを作っていたという。中世の篠崎号は上、篠崎と、下、篠崎の二つの村で構成されており、江戸時代も同様だったようである。ところが1889年、 明治22年に町村制が施行され、周辺の村々が合併して篠崎村になった。1932年、昭和7年に江戸川区が成立すると、篠崎村は上篠崎町、下篠崎町、北篠崎町、東篠崎町、南篠崎町に分かれ、西篠崎町もできた。その後、1940年、昭和15年に、 東京緑地計画の大緑地の一つに指定され、1960年、昭和35年に、江戸川大橋が完成した。現在の篠崎町が成立したのは1966年、昭和41年で、旧、下篠崎町の一部などが、篠崎町一から七丁目になった。その後、1986年、昭和61年に、都営地下鉄新宿線。 篠崎駅が開業し、徐々に住居表示が実施された。3.4、5丁目は1987年、昭和62年、7.8丁目は1990年、平成2年に実施され、8丁目はこの時に、旧鹿骨町の一部と旧国河地1丁目の一部を併合して成立した。6丁目は1993年、平成5年に実施され、 1.2丁目は2012年、平成24年に実施された。篠崎地域は歴史的に篠崎街道を中心に町が形成されており、現在の篠崎駅のあたりには畑が広がっていた。外区は京葉道路の開通後に整備されたが、篠崎駅ができた頃には人家が立ち並び、駅前広場の整備すらままならなかったようである。そのためか、 江戸川区や東京都は2000年代以降、篠崎駅に隣接する地区を再開発して、鹿骨、ね、篠崎地域の中心核として整備する計画を立てた。2008年、平成20年、駅と一体化した商業施設やタワーマンション、駅前広場や図書館、篠崎文化プラザ、公共駐輪場などを併設した篠崎ツインプレイスが完成した。これは、 都市再生特別措置法に基づく民間都市再生整備事業として、スターツコーポレーションなどの民間活力を導入して建設したものである。定期借地権や特別目的会社を活用した事業の対外的な評価は高く、土地活用モデル対象の国土交通大臣賞や東京都建設技術協会の戸建て賞を受賞した。2017年。 平成29年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。